委託議案の審査を行います議第155号京都一律五所東小学校新築工事請負契約の変更についてを審査いたしますそれでは理事者説明願います稲田総務長どうぞ着席してご説明失礼いたします教育福祉委員会に付託されております教育委員会関係議案についてご説明申し上げます議案説明資料の議57ページを開きください 議題155号京都市立御所東小学校工事請負契約の変更についてでございます本議案は賃金および材料価格の変動に伴い請負金額を増額する必要が生じたことから契約を変更しようとするものでございますまず1契約締結の経過でございます現契約は御所南小学校の児童数増加に伴い元春日小学校跡地を活用し道田学区および春日学校を通学区域とする 京都市立五所東小学校を平成30年4月に新たに設置するため平成28年6月3日付で司会の議決をいただきまして富士デザオ特定建設工事共同企業体と締結したものでございます次に二の契約変更の理由でございます現契約は平成28年5月司会に上呈するために平成27年12月時点の公共工事設計労務単価等に基づき予定企画を積算し 締結したものでございますが賃金及び材料価格の変動に伴い当初の請負金額が不適当となったため請負人からの成長に基づきまして平成28年2月から適用の公共工事設計労務単価等に基づき積算した額に変更する必要が生じたため現契約の変,変更契約を締結しようとするものでございます最後に3契約変更額でございます当初の請負金額15億5520万円から 397万6560円増額いたしまして総額15億5917万6560円に契約金額を変更するものでございますなお工事概要につきましては議58ページの参考以降に記載しております長官図施設配置図付近見取り図も合わせて記載しておりますのでご参照くださいまた本件変更契約に伴います工期の変更はなく 当初の予定通り平成29年12月28日までに工事が完了する予定でございます説明は以上でございますご審議のほよろしくお願いいたしますはいそれでは質疑のある方は挙手願いますはいそれでは堀井委 失礼します,、えーっとですねあの。お尋ねしたいことですが、あの公共工事設計労務単価の,あの変更ですので、まあ、やむを得ないことだというふうにあの思っておりますけれども、その中で、あの賃金および材料の価格の変動ということですので、この397万6560円の中の賃金の部分というのはどれくらいになるのでしょうか、教えていただきたいです。稲田総務長 この工事の設計,労務単価設計価格等は都市計画局の公共建築部の方で算定していただいているわけですけれども結論的に言いますとこの内訳を確定することは難しいという話を聞いております。と言いますののはこの設計労務単価の 設計ローム単価等は全国平均で4.9%上がっているわけですけれどももともと京都市の公共工事の設計価格を算定する際にはまあいろんな工事,の工事ごとに単価が京都市独自に設定されているようですけれどもこれはまあとあの設計ローム単価等が上がった後の民間のそれぞれの工事の単価を参考にしながら 独自に設定されていいるようでございますでその民間が、まあ、あのいろんなあの民間の,物あの観光物にそういうものが出ているようですけれどもそれはあのそれぞれあの人件費が非常に大きく占めるローム単価設計単価もございましてはあるいはほとんどあまり工事単価に大きくそれほどローム単価が入っていない。 もものも含めてたくさんあるようでございまして、それを一つ一つ分別して分けるというのは非常に時間がかかると思いますあの公共建築機構に関してと3か月ほどかかやり出しとかかり出すというふうに聞いておりますので、ちょっとあのその内訳というのを分離することはできないというふうに私どもは説明を受けているところでございます。<堀>いやあの私もここのの辺のことは 分かりませんけど、なぜ分離できないのかというのが、じゃあ、どんな形で設定されているのかということがはっきりしないんじゃないのかなと思うんですけれども、これは例えば教育委員会では分からないけれどもど、どこに聞けば分かるんですか、どこに聞いてもわからないということですか。 算定してていいいただいているわけけですけれどもあの私どもは公共建築物の方からそういうはあの判明するな理由というかあの説明があればご説明するんですけれどもあの公共建築物の方でもそういう難しいというふうに聞いておりますのでただあの、えー、先ほど申しましたように非常に複雑なあ一つ一つの工事の内容ごとに単価というのは設定されておりますのでそれをあの工事の量とか を積み上げてできているものでございますのでなかなかそれを分離するのは難しいというふうに聞いておるところでございます。ああのねあのね まあ、じゃあ難しいということで私もしもあれやったら都市計画の方に一回お尋ねしようと思いますでね私がなぜ今このことをあのお伺いするかというとあのここの中に賃金および材料の価格の変動に伴いって書いてありますから確実に賃金に反映をした形であのやってもらえるかどうかというところをねあのいわゆる念押しって言ったら変な言い方ですけれども。 きっちりとと対応をししてほしいいいう思いがあって、あの今お尋ねをしたのですいやあの今本当にあのどん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 あの下に下がっていく中であのいわゆる下請け下請けになっていく中で賃金がどんどん下がっていってしまうという状況がありますから、まあ、生活保障ということも含めてあの賃金というものがきちっと反映するというところの確認を いわゆる市として、京都市としてやっていただきたいなということを思って、あの質問させていただきました、はい。よろしくお願いします。はい、えー、答弁よろしくお願いします、稲田部長。はい、稲田部長。あの公共工事設計労務単価自体はあの国が定めておるものですけれども、これ自体はあの、えー、国のお指針等でも個々の契約の拘束するものではないという前提で発表されているものでございます。ただあの いわゆる最低賃金法と社会保険の関係と、そういう処方令は守るようにというのが、それを前提に契約をしておりますので、それはきっちりと点検しておいて、もしも契約違反があれば、それの相当の措置がされるものというふうに考えております、はい、この件に関連して他にございませんか。いやいやはい、次に、はい、大津副委員長 はい、あのちょっと私も不勉強で教えていただきたいんですがこの、えー、労務単価の変更というのは、えー、どれぐらいの,その頻度といいますかであったりとか、えー、といつからいつの情報もいつから変更するとかってその辺の,あのスケジュールといいますかあのルールをちょっと教えていただきたいんですか稲田総務部長。これもあの、ま、国が 示しているわけですけれども大体の農,水農林水産省と国土交通省の方で毎年10月頃にその公共工事に従事する労働者の県別賃金を職種ごとに調査いたしましてその公共工事の積算に用いる公共工事設計労務単価というのを設定しているようでございますこれはあの昭和45年から毎年定期的に実施されている労務費調査というものに基づいて行われているというふうに聞いております宇佐美副委長 あごめんなさい、はい、大すみません、で10月に、えー、調査をして、それが情報が京都市にいつきてで、いつの分から適用するというそ、その辺のスケジュール、ちょっと教えてもらえますか。稲田総務省 京都,の京都市の方にではこの12月の公共の単価の改定に基づ,きまして基づいてといるときは国が10月にこう設定しているものに基づきまして1月の27日付であのこの労務単価および当初契約時点の材料単価に基づく請負金額を変更する場合の特例措置というのを各局に通知しております。でこれに基づきまして、えー 今回の価格を国語圏地方局のほあで設定計算していただいて今回、変更契約の議案を出させていただいているということでございますあの5月歯科の時点ではまだ12月の時点のものがぎりぎり出せる状況でございましたのであの今,に今また改めてこう変更額をさせていただいているという状況でございます。大津副委員長 はいであれば、この今回の御所東の小学校に関して言うと、可能性としてはもう一回、この来年の2月に契約の変更が可能性があるという認識であってますでしょうか稲田総務長この請負の金額の変更の,その請求といいますか、それはあの、えー、契約からひ月つき後のあと、 ということでございますが、その今回のこの設計労務単価の変更というものについては、あの請求期限が工事の契約締結の日から30日以内となっておりますので、今回のことがまた起こるということはございません。ただあのこれとは別にあの、えー、いわゆる物価に応じた変更というのも、まあ、場合によってはありますけれども、まあよっぽど大きな物価変更が今回今後はない限りまあ、ないものと考えております。 大津副委員長分かりました、あの最後はこれとわからないんだと思うんですけど、この労務単価の変更っていうのは、ある程度その事前にどれぐらい上がりそうだっていうのが、えー、ある程度、何かの兆候で分かったりとか、何かのデータで分かったりするのか、もうこれ、あとから国から出た数字を見ないと、全くわからないのか、そのへんはちょっと教えてください稲田総務長、なかなかこの,あの国の国の設計単価の設定自体が非常にあの複雑な内容でございまして、なかなか我々 が予想できるものではないというふうに考えております。はい、よろしいですか、えー、他にございませんか？はい。塩本委員簡単にあの念のためだけ一言だけ、あのいつもね。我が会派も求めておりますように。こういうインフレスライド状況を適用とかこういう時にはあの先ほど他の委員からあの賃金だけの話ありましたけども、だけじゃなくて、あのいわゆる下請けさんに対するね。 え下請けも合計請けも大きい工事になると50系60系ありますしまた資材納入とか部品とかもあらゆることにもともとこういう大きなところはね契約しておられるんですけどもそこら辺まできっちりですねあのこれだけ上がったというのをねあの元請けのところが請求してきたからえてそこの部分元のところだけがえ取ることないようにいつもいつもこれはいろんな局またえーと あの行財政局なりの契約がなり、また都市計画局にもお願いはしていることですけれども、しっかり指導というのかな。あの工事業者さんにその辺の指導をしっかりね。また、あの言っといていただきたい徹底していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。はい、答弁よろしいですか？はい、えー、他にございませんか？なければ。以上で付託議案に対する質疑を終わります。 二託議案審査に関連する理事者はこれでご退席願いますご苦労様でしたはい。それでは次に請願審査を行います請願第三十一号全員制の中学校給食の実施を審査いたします本請願の審査についてははじめに紹介議員から出資説明を聴取し次に理事者から請願内容に係る補足説明を聴取し 最後に請願の取り扱いについてご協議いただくことといたしますそれではまず障害議員の説明を聞くことといたします玉本委員どうぞと請願者の方からあの趣旨説明のお手紙をいただいてきましたので,で代読をさせていただく形で説明をさせていただきたいと思います、えー、京都市、えー、京都市議会教育福祉委員の皆様ということで 毎年、選択制ではなく、全員制の中学校給食にしてほしいと、請願を出させていただいておりますが、昨年も審議未了となりました、その間にも、実施が遅れている関西の自治体の中で、全員制の中学校給食が急速に広がっています。全全国国のの中中学生生割がが給給食を食食食ををべべてていいるる京都府は給食を食べている生徒でで下から2番目です 今まで実施していなかった向こう市、長岡京市、久美山町、宮津市でも全員制の中学校給食を実施することになりましたしかし生徒数の一番多い京都市がこのまま喫食率34%の選択性中学給食を続ける限り京都府全体の実施率も上がらないでしょう選択制の中学校給食を実施していた大阪市では アンケートを実施、その結果、多数の保護者が全員制の中学校給食を希望していることや、給食が実施されているにもかかわらず、家庭弁当を持ってきていない生徒が、給食を選択せず、芝居のコンビニ弁当やおにぎり、パンといった簡易な食事で昼食を済ませている事実が判明しました。これはははとししても同じななののではないでいょうか大阪市はその後全員給食を 実施する方向に切り替え、それを今年度から学校調理方式で行うこととし、今年5月から19校でデリバリーではなく、小学校で作って、えー、中学校に運ぶ、親子方式で全員制の中学校給食が行われています。2019年までに全校がこの学校調理方式で実施されるようです。教育福祉委員会の皆様は えー、子どもたち全員が成長期にふさわしい栄養が摂取でき,るできているとお考えでしょうか未来を担う子どもたちのためにぜひ議論してくださいただいま京都市議会議長宛てに選択制ではなく全員制の中学校給食を求める要望署名も集めておりますどうぞよろしくお願いいたしますということです、はい えただいまの、えー、請願趣旨の説明内容について何か質問はございませんかよろしいですかそれでは次に理事者補足説明願います宮本体育健康教育室長どうぞ着席して説明してください失礼いたします請願第31号は全員制の中学校給食の実施に関する請願でございます 本市では小学校ではおいしく栄養バランスのとれた全員給食高校では弁当または自らが選んで食べる食堂での昼食が伝統となる中中学校給食につきましては心身の成長期にある中学生が学校での昼食を通じて正しい食生活を身につけ自ら実践する態度を育てる食に関する指導の充実を図るとともに 家庭からの手作り弁当の教育的効果を生かしつつ弁当を持参できない生徒に栄養バランス栄養のバランスに配慮した食事を提供するため給食か家庭からの弁当持参かを生徒保護者が自由に選べる選択制により実施しておりますまた運営につきましては教育委員会が献立てを作成し調理方法の詳細まで指示するなど 栄養衛生管理に責任を持ちつつ民間の調理業者に調理業務等を委託する公害調理委託方式により実施しております中学校給食の実施に至りますまでの経過としましては平成9年2月に学識経験者 PTA の代表学校関係者等からなる中学生の健やかな成長を目指す望ましい食生活と昼食に関する検討委員会を設置いたしまして 中学生の健やかな成長を目指し望ましい食生,活の食生活と昼食の在り方について諮問し、他都市調査や本市の中学生2000人を抽出したアンケート調査、全市中学校への実態調査等をもとに3年近くにわたり慎重な検討が重ねられ平成11年12月に答申が提出されました。にににおきましては食関すするる指指導の必要性を指摘するとともに 学校における昼食については、完全自由選択制、校外調理・委託方式による給食制度の導入が提言され、教育委員会ではこの答申を尊重し、給食制度の導入を決定するとともに、学識経験者や PTA の代表、学校関係者等からなる中学校給食等推進委員会を設置し、 政職給食制度の円滑、効率的な導入に向けての具体的な検討を進めました。それらの検討結果を踏まえ、平成13年1月から6校をモデル校として施行実施を開始し、その成果をもとに計画的に実施校を拡大、平成15年度に全校展開を完了いたしました。選択制による校外調理委託方式を採用しておりますのは、 検討委員会の答申を尊重し保護者が子どもの日々の体調などを考慮して作られる家庭からの手作り弁当の教育的効果を生かすこと食事の嗜好や食事量の格差が大きい中学生には小学校と同様の確立的な給食はそぐ,なそぐわないこと食に関する指導の充実を速やかに全校で展開する必要があり新たな給食室の建設や そのための用地確保を必要とせず比較的短い年数で全校実施が可能であることなどを考慮したものでございます現在全校実施10年を経過し生徒や保護者の方からさまざまなご意見を伺いながら献立の工夫や調理方法の改善を常に図ってまいりましたそうした中で学校と保護者がしっかりと議論し 手作り弁当の教育的効果を生かして取り組む学校がある一方弁当の持参が困難な家庭が多い学校では給食の利用を積極的に進めるなど各校の実情に応じた形で利用されており制度として定着しているものと考えております一方で施設一体型の小中一貫校である改正小中学校や両風小中学校におきましては学校統合の際に 保護者や地域の方々が新たな学校での中学校給食の在り方を検討され施設内に小学校給食を提供するための給食室が設置されているといった施設条件面等を踏まえ選択制の中学校給食のための配膳室を設置するのではなく小学校給食での提供献立の量を多くする形での中学校給食を選択され現在実施しているものです。また 家庭の経済状況の厳しい要保護、巡洋保護生徒にかかる給食費は全額を公費負担しているところです。請願されております選択制でない全員制の中学校給食の実施につきましては、例えば小学校と同様に自公調理方式で実施する場合、中学校敷地内または新たに用地を取得の上、給食室を建設し、施設整備を行い、給食調理員を 増員すするなどの必要が生じますその経費は施設整備費だけでも約200億円と試算しておりさらに給食調理員の人件費は年間約15億円程度と見込まれこれらを合わせると巨額な経費が必要となります。また小学校で調理した給食を中学校へ運ぶいわゆる親子調理方式で実施するとした場合でも小学校での給食室増設や 増築や喫食数が多く、親子調理方式が困難とされる中学校での給食室建設と敷地拡張の必要がある場合の用地取得、さらに設備の新増設、給食調理員の増員などに少なくとも約180億円を超える経費が必要となります。以上から本市財政が大変厳ししい状況におきましては 自教自己調理方式や親子調理方式による中学校における全員制の給食実施は困難な状況でございます今後とも生徒保護者や学校現場の意見を十分お聞きしながら現在の選択制の中学校給食の充実に取り組んでまいります以上でございますよろしくお願いしますただいま理事者の補足説明も含め何か質問はございませんかはい河合、えー、委い。 どうぞ。中学校給食については、あの様々な場所で議論させてもらってるんですが、請願が出ておりますので、改めてあの伺いたいと思います。あの、京都府は中学校給食実施率が低いと言われている中。でもあの府内で近年全員制の。 給食を実施する自治体が増えているということは、あの請願者の請願文の中にもありました。全国的にも全員制の中学校給食が広がってきている事実があります。これについて、あのどういう風うに認識をされているか、また、あの本市が選択制給食を実施されてから、もう16年が経過しています。その間でいうと。 学校給食法も改正されましたし食育基本法が作られましたで食育ということで位置づけが強まりましたし給食を活用した食の教育充実をというふうに言われてきていますまた子どもを取り巻く社会情勢も変わっていますし16年前実施のためにアンケートを取られたそういう状況からいっても 中学生の状況、食の環境も、親の状況も変わってきているというふうに思います、この認識含めて、あの2点ですね、伺いたいいたと思います宮本市長。まずあの、中学校給食の全国的な実施状況に関してのお考えということでございます。あの京都市におきましては えー、選択制の昼食学校給食を提供しておりますけれどもこれは、えー、家庭からの手作り弁当の教育的な効果を生かしながらあーお弁当を持ってこらない方々に、えー 学校給食ととしして提供しようといういいものでございます選択できるという余地があるということは私非常にいいものいい制度であるというふうに考えておりますご指摘いただいておりますように確かに京都府の他の市町村におきまして近年中学校給食が実施できていないところにおきまして全員制の給食センター方式でありますとか事故に給食室を建設しての 給食の提供というのがなされるというのは承知しております。こういったことにつきましては私ども中学校の給食を導入します総理にそういったところも幅広く検討した上で現在の方式を を取っているところでございますので、えー、そういったところをこれからもですね、あの大事にしていきたいというふうに考えているところでございます。そして食につきましての教育、食指導につきまして、これはあの非常に大事なことだというふうに思っております。えー、京都市におきましても中学校給食の献立、え全てのご家庭に配布をし、 提供しているところでございますし、喫食率、これ学校によりまして非常に差がございます。7割程度の喫食率のところもあれば、1割のところもございます。1割のところで言いますと、逆に申しますと、9割近くがご家庭からのお弁当を選択して持ってきていただいているということでございます。平均いたしますと、確かに30%を少し超えたところで、現在の喫食率はあるということでございますけれども、これは導入当初が 5%程度でございましたののででで着実ににははごござざいいいいまますすけれどもも食率は伸びてるるととう考えころでございますただ、喫食率につきましては、私どもは目標値として置いているものではございません、これはあくまでも家庭からのお弁当の教育的効果を生かしながら、持ってこられない方が選択できる制度として、すべての子どもたちに提供していると、そういう制度でございますので、私どもといたしましては、これからもこういった食の指導も含めまして、中 学校給食の充実に努めてまいりたいというふうに考えておりますあの喫食率の話がありましたし最初の説明でもねこの給食はお弁当が持参できない家庭の生徒が選ぶものだというふうにもおっしゃっていたんですがあの 栄養士さんが作られてバランスのいい給食だということもあの、まあ、自信を持って言われているもとでなぜあのその持参できないところだけがみたいなことになるのかなというのが1点とねと栄養バランスの良いものはやっぱり全員が、ね、食べられることが大事なのではないかというふうに思っているんです。で 一昨日の市長総括質疑の中で副市長は初育のの中学生の食は重要だといいううふうにおっしゃいましゃまた私これ「初育盛り」っていうふうに思った時に体を作っていく心を作っていく栄養のバランスの取れた食事給食が大事やというふうに捉えたんですけれどもこれが今の中学生食の環境変わった中で。 本当にみんなに提供がされているのか、そういうふうになっているのかという状況について、把握されているんでしょうか、そうなっているんでしょうか。宮本市長、えー、成長期にやられす子どもたちにとって、しっかりと栄養をとっていくというのは非常に大事なものでございます。 中学校給食三食のうちの一つではありますけれども、私どもの栄養士が食材を選択し、あるいはの栄養価も十分検討した上で、一月間の中で素晴らしいあのメニューを献立を考えて毎月提供しているものでございます。もちろんあの私ども中学校給食担当しているものといたしましては、そういった献立作っておりますから、できるだけたくさんのご 子どもたちに食べていいたいという気持持は当然持っておりますただあの成長期にあります子どもにとりましてはやはり思考でありますとか食事の量でありますとかやはり個人差があるというふうにも考えておりますそういう意味で家庭からのお弁当につ,るとりましてつきましても大変重要なあ食事であるというふうに考えておりますのでそういったところも大事にしながら取り組んでまいりたいというふうに考えているところでございます。 3食のうちの1回ですけれどもバランスの良いとおっしゃったんですがそれが本当に唯一のね食事になっているような子どもさんもあるという実態が起こっているもとで給食の役割本当に重要になっていると思いますしあの今、答弁なかったんですけれどもあの本市の中学生があの発育盛りでねみんなが本当にバランスのとれた 接種が必要な分をちゃんとあのバランスよく取れている、そういうふうに、まあ、このお昼の時間にです、ね、そうなっているというふうに思いでしょうか宮本市長。学校におけます昼食指導につきましては、あ担任の先生あのが、えーまあ、今は一緒に。 教室にに入りましてて、えー、子とと一緒に昼食を取っいいるという状況でございますそういった中で、えー、日々、えー、子どもたちの昼食の様子を見る中で、えーまあ、ひょっとしたらその日はお弁当が作れなかったからコンビニのお弁当を持ってきている子どももいるかもしれませんけれどもそういったことが続くようであれば担任がしっかり指導をし、えー、しっかりとした栄養をとるそういった指導をしているというふうに考えております。 いい現状あの、どうなっているのかという具体的な答弁なかったと思うんですがあの最初にこの中学校給食を導入される際に丁寧にアンケートを取られたように今の中学生の、えー、状況ですね、食の状況どんなふうになっているのかというのをつぶさにつかむ必要があるともう16年も経っているんですから。 そのことが必要だというふうに思いますがどうでしょう。宮本市長 ご指摘いいいただだてておおりりまますす、ね、の非常にに重要なことだとううふうに思っております私どもといたしましても子どもたちの昼食の状況だけじゃなくて朝食の状況あるいは夕食の状況等におきましてもいろんな調査の中で把握するように努めているところでございますし給食の実施におきましても PTA の試食会でありますとか保護者との懇談会でありますとかいろんな場で保護者の方々の意見も聴取しながら 給食提供方式の改善に役立てていいるところでございますそういったところはこれからも大事にしながら進めてまいりたいというふうに考えておりますまとまった形で、食ですから給食だけではありませんが、朝食、昼食、夕食含めてどういった状況になるのかというのを把握されているということですか。宮本市長、えー あの京都市におきまして職に関する調査、あのー、毎年実施という部分ではないのかもしれませんけれども、折に触れながら、そういった調査はこれまでからも実施しておりますし、そういった中で小学校であります、小学生でありますとか、中学生の状況につきましても把握をしているところでございます。かわいい。 昨年、食に関する調査が行われまして、えー、立派な冊子ができているんですが、そこを見せてもらいましたけれども、今、私が言ったような中身についての,あの、えー、調査ではなくて、和食に関する、ね、知識だとか、えー、その晴れの日の食事が知っているかとか、そういった中身だったんですね、近年やられたところ、だから踏み込んだ調査はされてないのではないかというふうに思います。 えとそれから、ですね西岸にある同じ京都市の公立中学校なのに、住んでる学区によって制度の違い、違っていいのでしょうかっていうふうに書いてあります、うん、この点について答えていただきたい、併せて、これ、おっしゃってるのは、開成館だとか、両風だとか、小中一貫校などでは、自校で作られた給食を全員が食べているという状況があると。で あのこの実施にあたっては、保護者や地域の方の意見を聞いて、その要望があったので実施をされたと言われているというような状況があると思うんですね、あの意見聞くということは大事なことだというふうに思いますが、なぜそれであれば、ここだけに聞かれるのか、意見、要望については、あの他のところについても聞かれるべきだというふうに思います、この,あの制度の差と合わせて、この意見を聞く、ここだけについて聞かれているという点について、 どういうふうなの喧嘩をお持ちなのか、伺いたいと思います。宮本市長 中学校給食導入当時におきましては、校外調理方式の選択制で実施をしております、それを実施する中で、改正小中学校、そして両府小中学校ということで、公明を挙げておりましたけれども、そういった学校につきましては、大規模な施設整備ということがございました。そういったところを のの中でですねあの保護者の方々、地域の方々が小学校を作る際には給食室が設置される、そういう条件の中で、中学校の給食についてどうしていくのかということをご検討された上えで、小学校中学校の配膳室をさらに作る必要はないんじゃないかと、小学校の給食を活用した中で、それを。 中学生にも提供しようという考えがおまとまれになりましたので、そういう方式を選択しているということでございます。私ども、これからも施設整備がある際にはです、ね、そういった検討はなされるのかなというふうには思っておりますけれども、いずれにいたしましても、現在、選択制の方式とモデル的にではありますけれども、 小学校での給食を中学校へ提供するという方式がございますのでえそういったところにつきましてはどちらの方式につきましてもより良いものにしていくそういう姿勢で臨んで参りたいというふうに考えておりますかわいいモデル的に実施ということであればそれをこう広げていくというふうな計画を持って進められるべきだというふうに思いますし例えばあの小学校と中学校が 隣り合わせにあってその小学校の施設を使って作る方式もあるじゃないかということがいろいろ提案されていますがそういうことについてはやってもらえないんだろうかというふうに感じておられる方もあるやもしれないしこの間出されてきているこの請願の中にはそういうこともあの具体的な提案があるというふうに思うんですねこういった意見についてもやっぱり聞いていくべきではないですか。宮本市長 給食の提供方式としてはさまざまな形があると思っております。実行調理方式もございますしご指摘いただきましたように親子調理の方式あるいは中学校で作ったものを中学校へ運ぶいわゆる兄弟方式そしてあの私ども中心として実施しておりますけれども選択制の中学校給食。 こういったものがいろいろあると思いますのでそういった一つ一つやはり研究はしてまいりたいというふうに考えております子どもたちにとってより良い給食を提供するこれは私どもの使命であるというふうに思っておりますのでそういった研究につきましてはこれまでからもやっておりますし今後につきましても引き続き研究につきましては進めていきたいというふうに考えております。かわい,いあの 今実際にあの全員制の自公式の給食を行っているあの学校については、そこの生徒さんや先生、保護者の方の意見は聴取されてますか。宮本市長、現在あの午後におきまして全員制の給食を実施しているところでございます。こちらにおきましては、日々給食調理員が、 調理をし、子どもたちの様子を見ながら配膳をしている、あるいは担任が昼食指導に入っている、そういう状況の中で、子どもたちの意見、あるいは保護者の方々とお話しする機会があれば、そういう機会も利用、活用しながら、意見いろんなご意見を受けたまっているというふうに考えております先ほど、選択制の給食実施のところで言えば、試食会等で意見聞いていると。 いうような話がありましたが、その際どういうことを意識してどういう方法であのどういうな？どういう意見をあの聞こうと意識して聞いておられるのか？これについても教えていただきたいと思います。宮本市長 食会におきましてはあの実施をする理由といたしましてはやはり中学校給食公外調理方式の中学校給食でございますけれどもどういった内容なのかをやはり幅広くお知りをおきいただきたいということで実施をしているところでございますそういった中でいただきました意見につきましては新たな献立の工夫に生かすことでありますとかあるいはあの年導入当初におきましては あ、冷たすぎるというご意見もございました。そういった点での改善にもこれまで生かしてきているところでございます。可愛い,いあの！あの？選択制のこの給食が改善されてきているのは承知をしておりますが、今まあどういう形でどういう中身かというのをちょっとよくわからなかったなと思うんですが。あの？この間ね、全員制の中学校給食をです。 請願も何度も出されていますし、この委員会の中でも議論があります、保護者や市民の方から強い要望があるというふうに思っています、であのね、試食会とされていても、そこの中であの、今のこの方式がいいんですか、全員請求職やってるところもありますが、それがいいんですかというふうな。 こととを聞かれてるといるうことではないといとうふうに思うんですねであの毎回これだけあの全員性の中学校給食を望む声があるということはこれは市民の意見ですし保護者の意見だというふうに受け止められた場合に、えー、と他の方についてどういうふうに保護者は考えているんだろうかで全国でも全員性広がってる中でどういう意向なのかということを聞きたいといううに思われないのか。 なぜ聞こうとされないのかと私は思うんですが、いかがですか宮本市長。小学校で保護者の方々を含め、あるいはあの小学校でおきましては、ふれあい給食とかいう形で、地域の方々との給食の会も設けております。えー、あのいろんな形で 保護者の方のご意見を聞くのは非常に重要であるというふうに思っております。ただあの方式につきましては、その私どもが導入のこれまでからも申し上げておりますけれども、検討委員会等で十分にご議論いただいた上で、えー、初期投資の経費ももちろん。 あるわけですけれども、そういったものを十分踏まえた中で、導入している選択制の給食でございますので、そういったところはこれからも大事にしていきたいと思いますし、その前段といたしまして、家庭からのお弁当、これの教育的効果というのも非常に大事な、重要であるというふうに思っておりますので、そういったところにつきましても、大事にしていきたいというふうに考えております。保護者の意見と まあ生徒の意見聞くことは大事だけども、今の方式は変えないといろいろ研究することは大事だと思うけども、変えないということですか、全員制の給食やってるところがあるもとでも、そういうふうにお考えなんですか宮本市長あの現状の方式につきまして、工夫改善をしながら、より良い中学校給食の充実に努めてまいりたいというふうに考えております。 いい私はこの請願されている方の思いあの、えー、受け止めていただきたいしあのぜひともやっていただきたいのは今の中学生の職の状況どうなっているのかこの調査もされている状況にはないなと思いましたしこれをぜひやっていただきたいということとやはりあの、他都市でこの間あの給食導入されるにあたっては 実態調査されたり、意見を聞かれたりという中で踏み出しておられます、ぜひ市民、保護者、生徒、教員などの意見をしっかりと移行ですね、給食について、今、こういう議論があるもとでどう考えているかという、そういう調査をしていただきたいというふうに、本当に強く求めます、それで資料を要求したいんですが。 あの試食会実施をされているということですが以前にもいただいたことありますけれども行政区ごとに小学校でも行われていると思いますし中学校でも行われていると思います行政区で何校で何回行われてどれぐらいの方が参加をされているのかそこでどんな意見が出されているかそれからあの全員制の実施給食実施されている学校の中から出されている意見どのような意見が出ているか。 っていう点それからあのこの間いつもあの、えー、財政的な話がされますが、えー、資産の根拠は以前出,さし出していただいたことがあるんですが例えばどこの土地を購入しなければならないか、えー、あの親子方式だったらここの小学校は使えるけどここはダメだからというの具体的なところがあって何校についてとていう数字があの以前出された資料では あの出てたというふうに思うんですが、これ、具体的にあのさらに踏み込んで、どこの学校についてはこういうふうに考えているというようなことも含めて、検討された中身について、資料でまとめていただきたいと思います。以上でですす長今のいかがですかが、はい、宮本市長、えー、資料につきましてはあの 調整しましままててご提出させていいいたただきたいと思いますけれども例えばあの中学校におきまして自校で調理する際に土地が足りないから用地が必要やというケースはもちろんあの想定して試算をしておりますけれどもただ具体的に。 買える土地があるのかであるとかそういったところまでの具体性の持ったものではございませんのでそういったところはご理解いただきたいというふうに思いますそれから他都市におきまして、えー、新たに導入する際におきましていろんなアンケート調査を取りながら移行を把握しておられるというふうに私どもは理解しておりますこういったものにつきましては私どもが中学校給食を導入いたします折にもこれは当然やっておるものでございますので、えー、京都市におきまして全くしていないということではございませんただあのいろんな機会を通じ これからも保護者なりの方々のご意見を聞きながら進めていくのは重要であるというふうに思っておりますので、取り組んでまいただいま、河合委員から要求のありました、各行政区ごとの小中学校の試食会、開催回数、出ている意見、それと給食を実施するための学校の具体的な用地云々の資料もありましたけど。 立社が可能な範囲で出したいと提出できるとのことですが、河わい員それでよろしいですか、はいえー。お聞きのとおり、提出できるとのことですので、委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんか。ご異議ありませんので、委員会資料として提出を求めることに決定いたします。えー、5時を過ぎておりますが、このまま委員会を続けますので、よろしくお願いをいたします。それでは宇佐美委員どうぞ えよろしくお願いします。まあ昨日もあの総括で私もあのいろいろとお話しさせていただいて、まあ、非常にあの全員制の中学校給食を求めていただいているお声をまあ私はお伺いしているところでございまして、これはですね継続してしっかりと議論を進めていかなあかんというのが今あの思っているところです。ですから昨昨日も、えー、まずは実態調査、意向調査、全保護者に対してやってほしい。まあ、このことを強く 申し上げたとその中でですねちょっと私今日もねあの実は今あのご説明をお伺いしてるとねやっぱりわからないんですけれどもねそのお弁当のですね教育的効果ここなんですよあの。教育的効果があるからそれを大事にしたいから選択肢だとご説明されましたよね。でも一一貫のの、ね、施設一体型のところは 保護者がそれを望んで、まあ、お金もあるし設備もあるからそんでいいですわここの落差がねどうしても納得いかないんです例えば東山改正館もう5年は経過しましたよね教育的効果はなくなったわけですよ皆さんがおっしゃるどうだったのか子どもたちはどうなったのか保護者はどうなのかそれについてのご評価これちょっとね教えてもらいたいんですいかがですか宮本体育健康教育室長 中学生の,その成長過程にある中学生につきましてはやはり体格差、個人差がございますのでその家庭からのお弁当というのは子どもたちの日々の様子あるいは体調を含めて作られるものだというふうに考えております。またあの お弁当を作る姿をですね見る中で子どもたちが食についての思いを馳せるそういったことがあの非常に有効であるというふうに考えているところでございますあの全員制の導入にあたりましてはそういったところも含めまして、えー、保護者の方々でありますとか地,地域の方々の中でご議論されたものでございますのでそういったところは私どもやはり大事にしたいなというふうに考えているところでございますし、えー 家庭からのお弁当がなければあ子どもたちの食育でありますとかそういったものができないというふうにも思っておりません、えー、学校で作る調理これはあの給食調理員さんが心を込めて、えー、提供されているものでございますし食材におきましてもそうでございますしまた栄養価におきましてもしっかりとしたものを提供しているそういうあの私ども提供している側としての自信もございますのでそういったところも大事にする。 あのということで、現在進めているところでございます。宇佐美いやあの、それやったら別に、お弁当にね、そこまでねあの、声を大にしてね、こだわらなくてもいいんじゃないかと、今、率直に思いましたよ、私、だって、全員制をやってるとこ、5年間やって、一生懸命調理してるし、しっかり考えてやってるし、調理員さんも本当に熱心にやっていただいて、それが子どもに伝わってる、教育的効果あるということをおっしゃられてるわけですから、その、 もう今ですねそのお弁当の教育効果という、まあ、ないとは言いませんよ、私はねただ、それに全員性の,そのこう中小企業の一生懸命やっていただいていることとその遜色はないというふうに言っていただけるんであればねなんとなくまだねあのまだ理解はしやすいんですけどねだから大冗談にやっぱりねお弁当がありきなんですとこれが教育効果が高いんですという説明をね先ほどもされたんですよ、選択制の話でねね私それが、ね、ちょっとね。 あのご説明としてね、今のお話をお伺いしたら、あなるほどなと思うんですよ、お弁当についてもそうだし、学校給食についてもそうだし、どっちも教育的効果はやっぱりそれぞれの良さがあってありますと、その中で地域の皆さんがどちらを選べるのか、そこを重視してますということで、よろしいんですね。宮本市長。 私どもはやはりあのお弁当というものの教育的効果、これ何度も申し上げておりますけれども、非常にあの大事にしているところでございますけれども、ただ、それがすべてであるというふうに申し上げているつもりはございません、えー、ご家庭によりましても、毎日えお弁当を作るいうのはなかなかしんどいところがありますので、そういったところのご家庭に対しまして、昼食、給食を提供できるものとして、導入を、選択肢のものをまず導入したところでございますので、家庭からのお弁当を 弁当というものをまず基本にはしておりますけれども、大事にしていきたいという思いはありますけれども、それがすべてであるというふうに申し上げているつもりはございません、えー、給食を担当するものといたしましては、選択制の給食、校外調理方式の選択性の給食、そして、省庁一貫校で実施しております、全員性の給食、いろんな方式がございますので、そういったものをトータルとして大事にしていきたいというふうに考えているところでございます。宇佐美 ありがとうございます。要するにその、どれもそれぞれの良さがあると、まあ、こういうことですね、要するにあとはじゃあお金の問題やということなのかなと私、思うんですけれども、すみません、それでね、ちょっとね、あの1つ確認させてもらいたいのは、この、えー、先ほど200億円と180億円の話なんですけれども、これ、ちょっとあの先ほど資料要求ありましたけれども、あのそれに加えていただきたいのがね、 あの学校施設環境改善交付金というのは国の制度としてございますですよね。ご存知だと思うんですけれどもこの交付金は、えー、そのも,らもらった前提つまりその差額が200億円180億円なのか200億円180億円というのは総額であって。 この交付金はまた別にあのその中、まあ、その内数というかね、単費ではこんだけですよ、交付金ではこれぐらい見込みますよというものなのか、まずその200と180というこの数字のちょっと位置づけをちょっと確認させてもらいたいんですけれども、まずそれ、お願いできますか稲田総務部長、この200億円、180億円という額は、まあ、あの歳出の方の額でございまして、まあ、あの国の。 補助金等の分については、別にあるということでございます。うさみそうですよね、単否として全部180、200出さなあかんというわけではなくて、一定額の補助金は見込めると、まあ、これ、国としても制度も作ってますし、もともと学校,学校給食法でも、それについてはきちっと定めてあるわけなんですけれども、これ、実際、2分の1ぐらいなんですよね、この資料を読んでると。まあこれずっと その国の単価が正としたら2分の1なわけであって実際はそこまでいかないとかいろいろあると思うんですけどね資料を出していただくときに200億円と180億円の内訳これを見たらね鍋も釜も食器も全部補助出るんですよね国からあの例えば冷蔵庫とかねそんなのも全部国から補助が出るって書いてあるんですでそこがねどこに該当するのか内訳としてね でそれがどの程度見込めるのか、つまり京都市でいくらぐらい面倒見なあかんなと、国からこれぐらいもらえそうやなということもです、ね、その今、先ほどの資料要求の資料に内訳、ね、としてご提供いただきたいんですけどいかがでしょうか稲田総務長あのこの国の補助については、まあ、多都市の状況を見ておりまもの、先ほどおっしゃりましたような単価差とか。 設備の内容等で例えば小学校で中学校の給食のための設整備をしてもあくまで中学校分は補助がないとかいろんな制度的な制約がございまして他都市の状況を見ておりましたと1割程度しか国からの金はないというふうに聞いております、まあ、そういうものがどの程度、不支に反映されるか分かりませんけれどもそういうものも含めて7かの形でさせていただきます。宇佐美 えっと、以前からこれ文科省の方とこの辺のやり取りってされたことございましたですかね、今回できたらそのやり取りも含めてお願いしたいんですけど、今、先ほど、小学校のところで、ですね、まあ、親子でやるときは、お金は出ませんよという話もあったんですけどね、それも本当にそうなのかどうなのかも含めてね、ねきちっとやり取りをした上でお話しいただけないかなと思ったんです。というのはやっぱり、お金の話なんですよね、多分最終的には。 だからやっぱそこがねどんだけかかるものなのかなというのをわれわれ知りたいしそれがなければやっぱりあの議論もねなかなか進みづらいと私は思ってますのでぜひそこは文科省とのやり取りも含めてねそれで2分の1と書いてあるけど実は10分の1しか出えへんのですわって言ったらそれはそれでまた違う問題としてわれわれも取り上げていかなあかんと国が言っている2分の1というのは真っ数うじゃないですかと本当は10分の1しか出さないじゃないですかということもこれね訴えていかなあかんかもしれない。 だそういうところも含めて、ね、ぜひね、ちょっと資料要求したいんですけど、えー、お願いいたします、えー、以上でございます。はいえー、例えば宇佐美委員から要求になりました、国の学校施設環境改善交付金の見込み、えー、文科省との協議内容、こういった資料でよかったですか、宇佐美委員。 実際の個々の整備状況を実際やるときじゃないとこと細かくはなかなか出てくれないんですけれどもおおよそどのような制度でそういう国からのお金があるのかあるいはどういうことによってそういう単価さというか補助の額が制度的にそういうふうになるのかということについては基本的に文部省のやり取りというのもそういう制度があるわけですので再度、確認はさせていただきますけれどもそういうものを含めて出させていただきます。はい 現状可能な範囲での提出できるとのことですので委員会資料として提出を求めることにご異議ありませんかご異議ありませんので委員会資料として提出を求めることに決定いたします他にございませんかはい大蔵委員えとあの今までの議論を聞いておりましてですね私もちょっと1五年ほど前の 県を思い出しましまもともとこの中学校給食が今の現行の制度になったのはですね前市長の松本市長があのいわゆる中学校給食に関するですね導入あるいはそのどういう方式かということについて検討委員会を設けるということをマリメストに書かれてそれで我々も支援をしてあのその後実現をしたという経過がございます。 であの一つ確認したいのはです、ね、その当時の検討委員会、これを検討委員会は当然、今は議論されていないかもしれませんけれども、一応、現存しているんでしょうかあの、その検討委員会の方々の状況といいますか、委員会としての会議とか、あるいは定期会議とか、宮本市長。 中学給食の導入のにあたりまして、設置をいたしました検討委員会につきましては、あこちらの方から諮問した内容を答申いただいた、あその時点で、解散という形になってございます大道委員私はですねあの、基本的にこういうあの、まあ、賛否というよりも、非常にあの子どもを中心に考えなきゃいけないこともあって、当時はですねあの宇治氏がですね、 やってた時に、そのいわゆるもう残飯が出て、大変なことになったということで、子どもさんがですね、その食べない人が出てくるということも議論があのありました。それで、まあ、今でいう食品ロスの問題ですけれども、まあ、そういう具合に、あの、単に、まあ、財源の話だけではなくてですね、あの、また、あるいはその食品の自己方式という問題だけではなくて、あの、まあ、当然、このあの選択の幅、政策の幅が非常に私は。 あの今日的には、まあ、広くなってきてきると思うんですね、まあ、そういう意味ではあのここで質問するような話ではないかもしれませんけれども、まあ、今回請願が出ておりますけれどもあの当然すぐにできるような話ではないかもしれませんがやはり何らかの形でその検証していく今までのです、ね、やってきたことこれは全く否定してもしゃないわけですから今日までやってるやっぱりメリットデメリットあるいは課題もあるということであのそういうものを 我々議議会としして議論をしますで一方皆さん方もその判断を委ねますけれどもあの当時はやはり専門委員会の皆さんにですねきちっとあのご判断をいただいたという私は経過があってその時の議論と結果というものを非常に尊重させていただいた一人です。ですから今後もですね、まあ、この議論で今後引き続き議論がなるのかどうか分かりませんけれどもあの少なくともやっぱり今部長がおっしゃるように 単にそのお弁当の教育的効果とかです、ね、あるいはいろんな選択の良さとか、ということを強調される一方で、やはりさまざまな課題があるということも事実だと思いますから、私はやっぱり、再考するなり、見直すというまあ失礼ですけれども、検証していく、そういう政策の構えというものもです、ね、大事ではないかなということで、思いますので、今後また検討いただけたらと思います。以上ですはい 他にございませんか、えー。なければ取り扱いはいかがいたしましょうか、自民党さん、れます。まあこれ、ずっとあの昨日も、まあ、あの決算委員会でも議論があったり、ね。今日もありましたけれども、あの私どもは今の,その選択性が一番いいではないかと。で えちょっと私どもあのうちの,あの委員と相談させてもらったんですけどもあの確かに給食あの全員制の給食を主張されるお母さん方もいらっしゃいますしいややっぱりあの子どもに弁当をねやっぱうちは野球やってるからとかねナイしてるからやっぱりたくさん食べさせてやりたいこういうものが好きだからというお母さん方もいらっしゃるしでまあそこで。 その私らは今、やっぱりそれだけ今、すぐ全員給食にしてほしいという声、あまり聞かないんですね、声はあるけれども、でそれはまあ地域によって差があろうかと思いますが、まあ、そういう観点からちょっと、まれ、あ、わ皆さん、ちょっとうちの委、e、員に聞いてみたんですが、そんなに大きな声は今のところはないと、やっぱり選択肢が一番いいんではないかということでございますので、今回、これに関しては、不採択。 ささせていいただきますはいえー、共産党さん私どもはあの、この請願の趣旨あの、最もだと思いますので、採択を主張したいと思いますが、まだあの資料を請求したりとかしている途上ですので。えー 同意が得られた留保で、継続審議をしていただきたい,と思います、はい、留保、継続審議ということですね、はいえー、公明党さん私どももです、ね、先ほどあの述べましたようにあの、やはり検討委員会の議論というものをです、ね、まあまあ、無視はされてないと思いますけれども、この内容ですと、即その全員制ということをおっしゃっているので、これはあの賛同できません。 したがって、あの今日のところもお伝えたくということになります、であのやっぱりあの、全員請求職の方向性であるべきかどうかということをです、ね、でまた幅広い議論を今後もしていくべきではないかという意味で、先ほど申し上げましたので、ご理解いただきたいと思います、はいえー、民進党さん。えー まあ、学校給食中学校の給食の話は、先ほど大道議員が、ね、その当時の経過をね。話しされました。けれども、当時市長選をめぐって非常にある種の政治的なその焦点にというか争点になったんですよね。で、それがまあ、あのとある会派の関係者の人たちがその。 中学校給食をということで、えー、僕の記憶ではです、ね、間違ってないと思うけれども、まあ、そういう公約といういやいや非常に大きなそういう運動をされたそれに対して真相、えー、さんだったと思いますけど先ほどのようにまあ検討委員会を作りますということで、まあ、だから残念僕は非常にその当時政治的な焦点になったのが、えー、っていうのがちょっとまずは。 そういうい記憶があってそれから以降、まあ、あのそのいろんな人たちもその中学校給食全部やれという話で特に最近維新の方の方もそういう主張もされてきてるわけですけれどもまあ あ,のまあ今日取り扱いについてはね、まあ、うちの議員団でまた相談しますけど、今日はまずは留保でいいというふうに思いますただその背景的にそういうことが、えー、勝ってあったんだと、そ,そして今もいささか、非常に政治的な想定になりかけてるような気がして、それはちょっと、えー、いかがなもんかなというふうに思っているわけでありまして、えー、ということで、う,うちの団ずしての見解のたえと維新の解散。 まああの私どもの意見としては今先ほど申し上げておりました通りやっぱりしっかりとあの広く意見をですね聞いていくこのことがですね今大事なんじゃないかということをまあ昨日からも訴えておりますしまあ我々としてはあの実施に向けて頑張って議論していきたいという思いではあるんですけれども今例えばこの資料もですねえいただこうとしている最中でございますのでまあそれとあのこの請願によりますとね 明日からも実施というような形でね、私ね、これ実はですねあのお話あった時にね、2時間半話したんです、この内容では我々の思いは一緒かもしれない、でもこの実施というのは、ですねこれは我々議会としてもですね今、議論を増してる真っ最中でやっているところなんで。 なかなか厳しいなという話はしてたところでございますですので基本的に今この段階で実施の請願についてはわれわれとしては乗ることはできませんはい京都都さんはいえっと龍補です継続審議継続して審議していく採択違うんですね<法>不採択じゃないですはい劉はい、はいはい、すいません京都都さんはいえっ、ー、と 我が会派もですね、あの今の選択式が望ましいという意見を持っておりまして、ただまあいろいろ議論も出てますので、資料等と見させていただきながらもう少し深めたいと思いますので、留保でお願いします。はい。もう一度取扱いに関して再確認をしたいと思います。えー、採択という形で、えー、ん？はい。 やっぱり請願は重いものでありましてね、これ、中学校給食を早急に実施するようになってるんですね、だこの請願に関しては,私は、私はやっぱりねあの、早急っていうことになると、これは、あの私はこれあの、どうしても反対ですわ。だからこれはね 我々これ委員会でも一般質問とかいろんな形で議論できるわけですから、あのー、私どもはね、その今まあ、留保という意見もさ分かりますただ、これでもってこの,この成果でもってあのそのこの議論をしたくないこれは全体としてです、ね、今後学校の給食とか、まあ、いろんなことでの一般質疑の中でもこれはやっぱりやっていくべきだとこのように思っておりますけどもとにかくこの成果に関してはもし 留保とかするんだったら、ここ文言ちょっと訂正してもらわないと。私はあの合点行きませんね。だから将来的にですね。そういう方向でとで。まあ議論し,してほしいとかいうことであればわかるけども。これ本当に我々これ早急に実施するようで、本当にこれでずっと継続でね。早急ということを突き過ぎたままで、そこれ議論してし,してもええんでしょうかね。 その前にやっぱりこれ、請願者の方に、ここをやっぱりちょっと文を変えてもらわないとできないと思いますね <laughs>、えー、今、都民委員からそういった自民党さんからそういうご意見がありましたけど、よろしくお願いしますか、ほかの会派の方。はい大委員ですねあの、ちょっとまあ意見が分かれております。共闘党さんももから維新の会の会方々も 留保とおっしゃっているその背景にはこの原盤通りでいいということでは今のお話ではないように感じました。ということから言いますと今採決を取れないということでございますので、うん、まあ資料も要求されておりますから一旦留保と。 いいうこととで,でもも私仕方がないなと思っておりますただ富士先生がおっしゃった話は最終的に採決を取る場合にこのままでは駄目ですよとあるいは文言修正してもらわなきゃいけませんよと私も先ほど申しましたのは、まあ、あの中学校教師の全,、えー、と全員実施制という非常に明確なメッセージがあるというのではちょっと厳しいかなということがありましたので例えば見直し あるいはその検討委員会への議論とか、そういうことがあってしかるべきじゃないですかという思いで言ったわけでございますので、まあ今日のところは、留保の重みはいろんな思いがございますけど結果的に留保ということでございますから、多数でございますので、私も党としては留保で結構でございます、はいはい、鈴木委員。 えっとまあ、この新日本婦人の会の団体さんは今までいろんな形でいろんな請願を出されてきているというふうに思います、まあ、教育環境の充実を求めるというような感じでね、でとりわけちょっと歯科医神宮のほまで、あ、調べたらネットでも分かるんだろうけども、えー、いわゆる学校給食、あ前線の学中学校給食実施ということで、今は多分何回か出してあらへんのかな、請願を出てると思うねその取り扱いがどうやったのかもちょっと。 また調べておいていただいたらいいのかなというふうに、はい、<laughs> うん、ちょっと何回も出したの,その結果、審議見ればあったらどうか、そういうことを含めてちょっと、でまあ、今回、僕はあの、都議議員も当時からいろんな、ね、議論参加されてるし、経過もご存じで、まあ、僕はとりあえず、ちょっと今回は留保でもいいんじゃないかというふうに、われわれは思ってるということを。 改めて確認いたします。資料も要求している、あるいは直ちにという文言もありますが、再度、自民党さん、よろしくお願いします、富井あの留保で結構でございます、ただでき、いっぺん、請願者の方に、それだけは一っ言っていただきたいなと、うんここ、ここの文言ですね、それだけは、まあ、あの言っていただけたらなという、希望を言っておきます。 えー、自民党さんの方からも留保というご意見を頂戴いたしました、えー、それでは、えー、本請願については留保ということでご異議ご,ございませんかはい、えー、それでは本請願については留保といたしますはいご苦労様です以上で、えー、請願審査を終わりますがこの際教育委員会に対して一般質問のある方は ただいま挙手していただき、あらかじめ質問内容をお申し出いただきますよう、よろしくお願いをいたします。いかがでしょうか、えー。ちょっとお待ちくださいね。玉本委員、加藤委員、えー、全部です、はいえあのえっと。それじゃあすいません、玉本委員から質問内容、順次ご説明いただけますか。 マイクをすみません。<ー> <laughs> えっと十月から実施されるされています非常勤講師などの、えー。保険適用が除外される件について、あの質疑したいと思います。はい、加藤、え失礼し、えー、すみません、たもに、すみません。あ、ごめん、はい,い。ほ順番がちょっと違うもんですが、座ってある。えら、すみません。はい あの可愛いすみません、はい。修学援助についていきます。え加藤委員すみません。えと学校施設マネジメント基本計画について。はい。堀委員。あの私二点ありましてあの一つはい、あの。 えー、中学生や高校生から支援学校の子が就職するときにあの持っていく、その就職についてのお願いの文書についてということと、もう一つは京北の小中一貫校教育の検討協議会についてです。はい、えー、以上、4名の委員の方の質疑はということですので、あはい、えー、5分。 休憩させていただきますのでよろしくそれで一般質問に関連のない自立者はこれで退席で願いますご苦労様でした